日本の最古の、蒸留酒と言われている度数もですね、25度からだいたい43度まで全般的に辛口タイプで、香りはもう芳醇な香りとですね、コクですね。日本最南端、南国沖縄県。国内外から人気が高い旅行地として知られ、沖縄ならではの豊かな食材と出会える。琉球王朝の文化を引き継ぐ沖縄。そんな沖縄には600年以上の歴史を引き継ぐ日本最古の蒸留酒がある。それが琉球泡盛だ。泡盛の原料は、硬質米のインディカ米っていうお米を使っております。肝心な、黒麹菌。温暖で多湿な気候の沖縄では独自の黒い麹を使用してきた。黒麹ならではの香りや風味を楽しめるのも琉球泡盛の魅力の一つだ。さらに3年以上寝かせた泡盛に関しては、空酢という古酒、寝かせば寝かすほど、甘みが増してまろやかになっていきます。貴重なお酒っていうことからですね、お子さんが生まれた時とか二十歳になった時に、みんなでお祝いしながらこの空酢を飲んでもらう風習がよくあります。子供を育てるような、その育てた貴重なお酒、それが泡盛っていうふうにですね、皆さんに伝えたいですね。